しょ、マンフロットのカメラバッグ、アミカ30、ちょっと安くてちっちゃいのが欲しいなと思ってこれを買ってきました。これが一番安かった。この装備、この大きさでこの価格っていうのはこれしかなかったです。マンフロット、マンフロット。この間買ったあのロープロのフォーマット120がこのくらいの大きさ、二回りほど大きい、このくらい大きい。中何が入るかちょっと試してみましょう。キャノンの EOS M 標準ズームレンズがついてます。予備バッテリーとバッテリーチャージャー、マウントアダプター、これだけを入れたい。はい、中身はこんな感じ。間仕切りが1個入ってて、赤が結構なんかエキセントリックだね。ここにねポケットが何個がついてます。外にもポケットあるけどチャックはないな。こうチラチラ赤いのが見えるとちょっとエロいね。なんでやろうね、エロいね。じゃあこっち側に、まあ、バッテリーチャージャー、予備のバッテリーじゃあここに入れようか。予備のバッテリー、マウントアダプター、そして本体と、まあ、こっち向きで入れましょうか。はいはい、ああ余裕で入りますね。はい余裕。当然ですが全面緩衝材が入った壁になってますので、まあこのまま持ち歩くのも全然いいでしょうね。バッグに入れるのもいいかな。ただバッグに入れるとするとこれがね取り外し式じゃないので、このストラップ、まあこれ単体で持っていってねということでしょうね。これだけ入りました。じゃあ次はルミックス GH4 を入れてみましょう。予備のバッテリーね、チャージャーです。レンズはこれを12-40のズームレンズです。ガチャン、この状態で入れてみたいと思います。これはこう、あ、まあ入るのは入るね。ちょっと間仕切りを動かしますね。ね、チャージャーを横に入れます。そしてバッテリーも、まあ、横に入れようか。これ入れると、はい、うん、まあまあちょうどぴったりぐらいですね。多少ちょっとこのファインダーのとこは当たるかなって気持ちもありますけど、まあでも十分でしょう。入りました。次は EOS 70D に、17-35の、ズームレンズをつけたもの、入るかな。間仕切りを取ってこう入れたら入るな。これを下に引いてあげてこうかな。うん、まあ多少ちょっとバッテリーとか入るかな。まあ無理くりですけども入らなくはないね。お、結構そう考えたらこれ大きいね。入った入った。キャノンアイビス、HFG20 です。これはでも入るでしょうね。入りますね。まあ横向けたら入るな。こんな感じ、入れるとこんな感じ。まあこの上に何かこうやってなんかちょっと例えばこういうのでくるんで入れて蓋をしようかな。こんな感じですね。でそう考えたらこれ結構大きいな。はい、なかなかおしゃれなアミカ30でした。